はい、どうもピバです。皆さん、水槽ってめちゃめちゃ危険なことを知ってますか？アクアリウムで使う水槽といえばフレーム水槽、アクリル水槽、オールガラス水槽、このあたりがメジャーかと思うんですけど、このオールガラス水槽はとっても危険。普段生活の中で身近にあるガラス製品というと、こういったコップ、これは多分ご家庭に必ずあるかと思います。そしてこのガラスのコップ、割っちゃったっていう経験ある人も多いんじゃないでしょうか。ガラスが割れるととっても鋭利な破片となって、不用意に触ると怪我をしてしまうようなちょっと危険なものになります。このガラス水槽についても全く同じで、このガラスが割れたり欠けたりすると途端に危険なものに早変わり。特に小さいお子さんとかがいるときは、こういったオールガラス水槽は取り扱いが注意です。このガラス水槽もパッと見綺麗なんですけど、実は角が欠けてます。この部分欠けちゃってて、一般的なガラス水槽は角が落とされてて触っても安全なんですけど、割れてしまうとその安全性もなくなって、ちょっと触るのも怖いぐらい、うっかり指を滑らせると切れちゃいそうで怖いですね。ここは特に怖い割れ方してますね。水槽の底面なんですけど、ガラスが薄く剥がれてしまっています。今シリコンでくっついてるんですけど、これ気づかずに水槽の底を持って運ぼうとした時に怪我をしてしまいそう。特にこの水槽の角というのは割れやすくって、ちゃんと水槽用のマットを敷いてればほとんど問題ないんですけど、硬い板の上に置くとか、ちょっと曲面になっていたりデコボコしている場所、例えば台所のシンクとかお風呂場の床とか、そういったところに不用意に置いちゃうと意外とあっさり欠けちゃいます。過去に安全に水槽を洗う方法という動画もアップしてますので、安全に洗いたい人はそちらもチェックしてみてください。今回の動画では何をするかというと、オールガラス水槽の解体です。今見ていただいた通り、ガラスの角が欠けてしまって危険な状態な水槽、もしくはひびが入ってしまって水漏れする水槽とか、シリコンが劣化して水が漏れてる水槽、これはもう水槽としては使えないので、多くの方は廃棄すると思います。水槽の廃棄方法としては、こういった小さな水槽であればこのまま燃やせないゴミだったり不燃ゴミとして捨てることができます。お住まいの自治体で異なるとは思うんですけど、一応一般的なゴミとして捨てることができます。大きな水槽であれば大型ゴミとして捨てることになります。もしくは水槽を解体して板ガラスにすれば、ガラスとして捨てることが可能です。水漏れしてない水槽であれば、知り合いに譲ったりリサイクルショップに出したり再利用する方法はあるんですけど、やっぱり割れてしまった水槽とかはゴミとして処分する必要が出てきます。今回はこの小さな水槽、ゴミ袋に入るサイズなんですけど、いつか来るであろう水槽の解体作業練習のために、この小さな水槽を板ガラスにしたいと思います。初めての作業なのでちょっとドキドキですけど、何かの参考になれば幸いです。では安全に配慮してやっていきましょう。それではガラス水槽を解体していきます。一般的な水槽は前面、背面と側面と底面、全部で5枚のガラスで構成されています。それらのガラスはシリコンでくっつけられています。今回はブラックシリコンの水槽なので、この黒い線がシリコンですね。ガラス水槽のシリコンを剥がすためにはこういったものがよく使われるそうです。こちらはカッター、一般的なカッターですね。こちらはテグス、これも一般的なテグス。ネットで調べるとどちらかを使っている人が多いです。今回は両方試してやりやすい方法でやっていきます。そしてガラスを扱うので怪我には注意したいということで、滑り止め付きの軍手、最低限これは必須ですね。もしくはこういったレザーグローブ、こういったものであれば怪我をするリスクはかなり減らせると思います。これはキャンプ用のレザーグローブなんですけど、ちょっと細かい作業に向かないので、滑り止め付き軍手とレザーグローブどっち使おうか悩むところです。とりあえず作業しやすそうな軍手でやっていきます。水槽のガラス外していく順番なんですけど、まず最初は前面かもしくは背面のガラスになります。これはガラス水槽の合わせの向きが決まっているので、側面から剥がそうとしてもなかなか外れないと思います。底面のガラスは最初に外すのは無謀ですね。前面の右角から外していきましょう。うまくできるか心配なんですけど、このカッターをガラスとガラスの隙間、シリコンで埋められているところに差し込んでいきます。では行きます。
えい。長い間ありがとう。ああ、結構入っていきますけど、ああ、やっぱりなかなかきついですね。このシリコンが水の漏れをがっちりと守ってくれていた。今このシリコンにカッターの刃を入れて切り離したんですけど、ちょっと気づきがありました。このガラスをちょっとこう開くように力を入れながらカッターの刃を通すと結構スムーズに通ります。どうしても片手はカッター持ってるので、もう片方の手はこう持って指でちょっと押す感じ、そうするとカッターの刃がスーッと通りましたね。じゃあ続いて左の側面をやっていきます。こちらはカッターじゃなくてテグスでやってみたいと思います。ではこのテグス見えないと思いますけど、これをぐるっと指に巻いて、こんな感じですかね。ちょっとテグスを指に巻きつけるの怖いんですけど、軍手で大丈夫かな。じゃあこれをシリコン部分に通していきます。あ、ちょっと待って、あ、滑っちゃうな。おおおおあ、おおおー、テグス一回糸が通れば一気に来ますね。ちょっとびっくりした。もうやるじゃんテグス。ただですね、この下の部分ちょっと指がああ切れちゃった切れちゃった。あ、テグスちょっとびっくりしましたね。カッターよりもスピーディーに行きました。今回1号のテグス使ったんですけど、ちょっと切れやすいですね。ただあまり太いのを使うと今度糸が入りづらいかもしれないので、どのサイズのやつを使えばいいのかはちょっと難しいですね。さあ今前面のガラス、左右のシリコンを剥がしたことでかなりブランブランしてる状態です。今底面とつながるシリコンだけで固定されてる状態ですね。ここまでくればあとは手前に倒せば剥がれるとは思うんですけど、大丈夫かな。やってみよう。あー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 あシリコンがムニムニ言いながら剥がれましたね。あとはこれカッターでシリコンを切ってあげれば、あー取れた取れた、無事にガラスを取り外すことができました。残りのガラスは両側面を外して最後に背面を外すみたいな順番でいいと思います。じゃあサクッとやっていきましょう。ちょっとトラブル、ここのガラスの合わせが隙間が狭すぎてカッターの刃が通らない。つまりガラスとガラスがカッターの刃より近い距離で固定されている。こういう場合はやっぱりテグスになるのかな。ちゃんと通ればいいけど、あ、通った通った通った。あ、テグス強いね。テグスしか勝たん。やる前はカッターの方が楽なのかなと思ってたんですけど、シリコン剥がす能力はテグスの方が高そうですね。では剥がれたので側面剥がして背面も剥がす。一応注意点、ガラス剥がすときこうやってグニグニやりたくなっちゃうんですけど、あんまり角にグニグニやるとシリコンのないところでガラス同士が当たっちゃって、それで欠けちゃうかもしれません。そうなるとまた怪我のリスクもあるので、やっぱりしっかりとカッターとか使ってシリコンを切った方が安全かもという気づきを得ました。というわけで水槽一つ解体完了です。動画撮影しながら喋りながら作業しても小型の水槽であれば 2,30 分で完了します。やってみると意外と簡単。もちろん作業するときは怪我をしないように安全には配慮しましょう。カッターとテグス、どちらが作業効率いいか、手軽にやるならカッターかなと思ったんですけど、テグスの方が作業効率は高そうです。どうしてもガラスの合わせの隙間によってはカッターの刃が入らないので、両方用意して作業すると余計な手間なくなると思います。一応シリコンはつけっぱなしでもいいと思うんですけど、カッターの刃をガラス面に滑らせていくと綺麗に剥がすことができます。この板状になったガラスは各自治体決められた方法で廃棄することができます。この断面全部ガムテープとか布テープとかで覆って、あとは板ガラス割れて飛散しないようにバッテン印にガムテープとか貼っておけば安全かと思います。
そのあたりは板ガラス捨てる際の自治体のルールに従いましょう。というわけで今回の動画は以上です。水槽の解体作業、実際にやってみると意外と簡単でした。皆さんも不要になってリサイクルもできなくなった水槽、いつか水槽解体する日が来るかもしれないので、その時の参考になれば幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。あと2つ残ってた。まあいいや、後でやります。